スマイル遊園地をなくしちゃうってこと？笑顔にできない遊園地？遊園地って笑顔になれる場所でしょ？社長さんも笑顔じゃないのはどうして？話ちゃんと聞きなってば。お客さんが来ないんだから笑顔になれるわけないでしょう。それならたくさんお客さんを呼べばいいじゃない。そうしたら社長さんも笑顔になれるわ。それが難しいから社長さんは困ってるんだと思うけど。難しいかどうかなんてやってみなくちゃわからないわ。まずはやってみましょう。やってみるって？え、私たちでここを笑顔でいっぱいの遊園地にするのよ。とってもいい考えでしょ。いやいや、どうやってお客さん集めるわけ？私たちただの高校生バンドだよ。バンド？それよ、すごいわ、美咲。私たちはバンドだもの。音楽でお客さんを集めるのよ。さすがミー君。そうだよね、ハロハピはバンドだもんね。確かに、音楽の儚さと美しさに人々はいつも心惹かれる。ああ、素晴らしいアイディアだよ、美咲。別にアイディアを出したわけじゃ。みんな、遊園地のことなんだし、私たちが勝手なことしちゃダメだよ。そうそう、カノンさんの言う通りだよ。部外者なんだからやめなって。ねえ社長さん、私たち遊園地を笑顔にするお手伝いをしてもいいかしら？